さあやってまいりました「ブッキングドットコム」の予約が消滅不可解な事件今日ミステリー系のお話なんですけれどもこれね誰しもに起こり得るその可能性があるなということで、えー、いきます。ままず結論から参りましょう今年の4月に 起きた出来事は割と最近なんですよね米国テキサス州のとある宿をブッキングドットコムで予約をした方からのお便りがね今回ありましてどんな内容だったのか宿泊当日になりまししたらその予約が消滅しているることを知るんですね実は架空の宿を掲載していたこの懸念が持たれるわけですがまあこんなことっていうのがありえるのか今日はこのあたりね検証をしていきたいなと思います。特に これ、えー、事件が起きた4月といえばですね 日食が起きた時期なんですよね皆さんあのご記憶ありますでしょうかあれ綺麗でしたよね北米ではですねその頃旅客の需要がもういっぱいでねとにかく日食が見えるエリアの付近、えー、という宿はですね簡単には借りられない状態なんですよねその中で起きる悲劇は、えー、ねどんなものだったのかということになりますまあ、こういうイベントの時と重なる時はですねまあ、旅慣れない場所へ行く方は特にご注意が必要だということになりますけれども えこのですね宿泊先の宿と何かしらのトラブルだとか意識違いが発生した時に肝心なこのブッキング .com は頼りになるのかこれをね今日検証してまいりましょうというお話こちらの流れでまいります宿泊当日に発覚をしたブッキング .com 予約消滅問題えこの発生事象ですね問題発生が お一人だけではないんだということも含めてですね、今日は深掘り解説をしてまいります。えー、ぜひですね、皆さんと一緒に教訓を得て、えー、まあ、こんなトラブルに無用、えー、不容意に巻き込まれる。 必要はありませんからこのナレッジをですね今日一緒につけてこの渡航経験値を上げていこうじゃないか、まあ、こういうお話になりますそれではまずはじめに宿泊当日に発覚をしたブッキングドットコム予約消滅の実体験談から参りましょう本日いただくお話はですねドイツ在住のみゆき S さんからのお話ですいつも有意義な情報ありがとうございますコロナ禍ののの真っ只中ででの父の介護と葬儀で 奔走していた中で日本からの情報が大変助かりましたただでさえ頭の中がいっぱいなのにねこのチャンネルがなかったらもう本当にどうなっていたのか といいいうことででたただいたお便りですがさて今回はですねそんなみゆき S さんが体験したことをシェアいただきました少しでもスムーズな旅行を皆さんにしていただくためにお役に立てればと思いましてですね、えーまあ、このあとちょっとトラブル事象続くんですけれどもできるだけのエビデンスというのかなその、まあ、実際にその予約をした時のですね確認書であったりだとか画面キャプチャーであったりだとかですねその辺りをあの特別にシェアを 押していただいています。ちょっと後ほどねそれも、えー、出していきたいなと思いますね。視聴者さんからの経験談を聞いていて、いつかは自分にも順番が回ってくるだろうと思っていましたが。 ととうとうその時がやってまままいりししたた先般北米で回帰日食見られましたね私と主人は重症の日食中毒患者なんですちょっと違う旅を経験ができるという理由で私たちの旅行は大体この日食などのイベントをリンクさせて計画を立てられているというね、えー、そんなお方なんですが日食は年に12回必ず地球上のどこかで起こっていますが大抵の場合は洋上だとかだから 海の上ですよね、えー、それか宿泊施設どころか人も住んでいないような場所でしかあ観測ができないですねまあ、観望できないそんなことが多いんです、えー、今回は人口未、えー、過密地域を横断したこともありましてかなり話題になりましたが普段はニュースにも、えー、ならないですねあ日食っていうのは確かにこう場所を選びますからね、えー、その年タイミングによって あの注目されたたりり、まあ、そそうううじゃないい場所を通っんでしふ普んはですね観光客が足を運ばない場所に行くのもこの日食観望旅行という醍醐味なんですねどちらにせよ日食が見える皆既体に宿泊施設を確保することが大変難しく今回の宿も10ヶ月以上も前のですね2023年6月に予約を入れました。 この予約はしたんだけれどもその予約になんとなく違和感がありましてそのあたりに関してはこの後ですね実体験談説明をいただきます欧州から KLM オランダ航空でですねヒューストンに入りまして少し観光をしながらテキサス州の中部へ移動しました日食が起こる2日前に現地に到着をして予約をしたキャビンのですねその宿の鍵をもらおうと電話をすると今まで一度も通じなかった電話にオーナーが出てくれたんです なんとなく話が合わないんです、うん、キャビンは個人経営だったのでオーナーさんがわざわざ来てはくれたんですがその時に私の入れた予約が存在しないことが発覚したんです。 booking.com の予約確認書が手元にありますこの書面をですね見せますこのオーナーさんに見せますと彼はこう言うんですね booking.com の条件は非常に厳しいのでもう4年前から契約をしていないんだとのことでした他のキャビンも日食のためにすべて予約されていてその近辺でも空いているホテルもありませんいや宿泊当日の現地でこれを知るわけですからパニックになっちゃうところですが ま今回ねお便りをいただいたみゆき S さんはですね事前にこの違和感を察知されていたんですねこの予約がおかしいなと思い出してから。 あいざという時のために他の宿泊施設を確保しておいた方が良いと思いネットで必死に探してですね結局そこ,そこから 500km ほど離れたダラスの近郊に1日ずらしてダブルブッキングをされていたんですねこのあたり本当さすがだなという方なんですけれどももともと予定をしていた観光地がハイウェイが通っていない場所だったので移動は大変でしたがダラス近郊の方が晴れ間が多くて結果的にはまあ移動をされてね、えー、正解だったと。 とということな,んですけれどもなぜこの予約について違和感を覚えていたのかこの辺りを説明いただきながらですね。 まあでも予約が消滅しちゃうとちょっとショッキングな出来事ですけどまあそのあたりも深掘りしていきましょう、えー、まずこの違和感の解説です一つ目イベントの最中に好条件かつ安く予約ができていたということですそして二つ目が booking.com のアプリだとかサイトの予約確認ページから合計金額と宿の写真がなくなっているんだと不可解ですね三番目 booking.com 経由で質問のメッセージを送っても回答がなかった 4つ目、ブッキング .com のカスタマーサポートや私が宿に電話を入れても誰も電話に出なかった、まあ、これ、時差のせいがあったのかもしれませんね。そして最後、5番目、ブッキング .com では予約をした施設の情報が出てこないと、まあ、検索をしてもヒットしなくなった、これは心配ですよね。まあ、そんなことがありましてね、予約がおかしいと思って、昨年の暮れにブッキング .com のカスタマーサポートに連絡を取ったとき、電話に出てくれた担当者がこう言うんですね。 えーまあ、とりあえずはあのすぐに宿泊施設に電話もしてくれたんだけども誰もで、えー、出ずでその担当者がおっしゃったのが、ね、こういうコメントだったんですもし現地でチェックインができなかったらすぐにまた電話をしてください私たちが他の施設を探してその差額がブッキングドットコムが払いますからね安心してくださいというそういうニュアンスのことなんでしょうねこういうあのコメントがあ電話口でですねブッキングドットコムのカスタマーサポートセンターのスタッフから寄せられたということなんです。 まこう言ってくれるのは大変ありがたいんですが日食の前に条件の良い宿がその場で見つかることはもうほとんどないなということが分かりますからね、うんえー、キャンセル料が徴収されるリスクを負いまして自分でホテルを予約してダブルブッキングで、まあ、一応 500km、えー、そこから離れてる場所ではあるんだけれども自力でほか、えー、のです、ね、施設を、まあ、あらかじめ確保しておいたというのはあ不幸中の幸いというかねみゆき S さんの、まあ、これまでの経験値がそそ させたということなんでしょうね。この問題の宿を予約をしてみた時のことを思い出してみるとですね、まあ、どうだったのかえすでに10ヶ月前に、まあらかじめ、ね、予約をされてたということなんですがその際ブッキングドットコムやエクスペディアなどで予約ができるホテルがもうなかなかなくてね。えーまあ、それでで Google マップで 検索をして大手予約サイトからは、まあ、見つからない施設がですねグーグルマップからたどるとなんとかあるのかなということでたど、まあ、り着いたと記憶していますグーグルマップでは予約可能な予約サイトが紹介されていてそこからジャンプをしてですねブッキングドットコムに飛んでいくという,う、まあ、そういうう繊維ですよね、まあ、そういった記憶がありますブッキングドットコムからの検索機能では見つからないんだけれどもグーグルで見つかるのもまあ変だなと思いながらもブッキングドットコムの ヘビーユーザーユザだった私が今まで大きな問題に遭遇したことがなかったのでそのまま予約を入れてししままいましたえ周りの宿泊施設が1泊数千ドルまで価格を引き上げているのに対してこの施設は普通の値段。 まだからね、まあ、北米で普通の値段つっ,ってもまあね、日本で言うと2万3万というのは普通にシャイそうですけれども、かつ前日までキャンセルが可能という条件で予約ができました。ちょっとこの辺りでも怪しいですよね。この事件に関してはブッキングドットコムのま管理なのか、まあ、むしろシステムの問題があるんじゃないかとそういうふうに思うわけです。このクレームをですね、まあ、現地で入れた数日後に。 こういうやり取りもあったのかな余計にかかった費用は負担するよと連絡がブッキングドットコムから来ましたが好、えー、天気が望まれる 500km 離れたダラスへ移動したのも私たちの意思でありその移動がかえって好結果となった日食はよく見えたということですかね、えー、なのでコストに関するクレームは入れませんでした。 さすがにこの文脈を見ると、えーそのかまあ、架空のというか、まあ、実際予約が消滅してしまった宿の分の料金はさすがに徴収はされなかったということですねその分は、まあ、キャンセル無料キャンセルという扱いにそらく、ね、こうなったんじゃないかと思われますこの文脈からいくとですね今回の教訓をみゆきさんにです、ね、述べていただいています。 こういういいい場合ありまますよね念のたたため一度宿に連絡を取った方が良いなと思いました特に大きなイベントの時は普段は民泊をしているのに見つかりやすいように一時的に大手予約サイトと、まあ、あ,のあえてですね検索にヒットさせるために契約をするそんなオーナーさんもいるようでしてねその予約というか掲載がそのブッキングドットコムだとか、まあ、いろんなサイトありますねアゴだとかねエクスペでいろいろありますけどそこの契約がですねずっと一気に 生きてるのかどうかっていうのは、えー、その限りではないと一時的にですね、えー、検索ヒットさせるためにまあ、掲載はしてるんだけどもすぐに、えー、それを打ち切るようなオーナーさんもいますのでねうんここはお気をつけですまさに日食が起こるようなとんでもない僻地のゆ、えー、宿泊施設ではですね何度かそういう経験をしました、えー、とにかく連絡が取れない施設ですね宿泊施設は事情がどうであれ諦めることが、まあ、ベストなんじゃないかなということ。 このお話には おまけもついていますのでちょっとみゆきさんのですねこれ大変だったご経験談もう少しねいきましょうおまけです私たちの旅行はこれだけでは収まりませんでしたなんと日食が始まる1時間前にぎっくり腰になってしまったんです炎天下では喉も渇くので水も必要だと思いまして荷物と一緒に1ガロンの水のボトルを持ち上げたんですがその時にね背中にぐさりときたんですね初めての経験であまりの激痛冷や汗が流れて呼吸もできませんでした ありったけの鎮痛剤を飲みましてその場をしの、えー、ぎましたが日食の写真撮影どころの騒ぎ,騒ぎではないと、えー、2日ぐらいするとんまあ痛みも、ね、少し落ち着きましたが、えー、ダラスからヒューストンに移動してからホテルの近くの病院に駆け込むことにしました旅行者だと、えー、伝えたらですね未だどこが痛いとも伝えていないのにマスクをとりあえず渡されたんだと他の患者さんは誰一人としてマスクをしている人はいませんでしたが。まあこれ念のたためだっとということですかね、えーその その時に保険は持っているのかと聞かれたので全世界をカバーしている海外旅行保険に入っているよと言いましたらその保険証を見せてくれと言われました。海外旅行保険は20年以上もかけっっぱなしだったんですが 今回だけは旅行保険の証書を新たに発行してもらいたまたま所持をしていたんですね不幸中の幸い病院の担当者はちゃんと日付も確認をしていました肝心の診察では親切に対応をしていただき注射を2本打ってもらいお薬もいただきました大輔さんのチャンネルのおかげで米国の医療費の医療の事情をねおおよそ測っていたのでクレジットカードのリミットでは 金額を超えてしまう、まあ、全額を支払えるのかわからないとあらかじめ言っておいたらですね請求書は郵送するからねと言われましたドイツに帰ってきてから保険会社に問い合わせたのですが基本的にかかった医療費というのは自分で払いそれを保険会社に請求するのが普通なことだそうですしかし米国のように入院や医療費が高額になり保険付きのクレジットカードを所持していない場合はまたはですねカードのリミットを超えてしまうそんな場合はですね その場で直接保険会社の緊急連絡先の番号に電話をすれば保険会社が病院と交渉をして直接処理をしてくれるそうです。なのでその場で焦って支払いの心配をする必要はないんだそうです。 肝心の請求書なんですがすでに2か月以上も経っているのにいまだそれが送られてきておりませんで、えー、ちょっとこれ心配ですね病院に請求書を送ってほしい旨を連絡したのですがなしのつぶてなんですなんとなく恐ろしい気もしますがもうしばらく待ってみます、えー、大変長くなりましたが、まあ、今回ですね私のブッキングドットコムでの経験だとか旅先での旅行先の保険の利用について他の視聴者さん皆さんのお役に立てればということでいただいたメッセージでしたけれども いまあでもなんとか無事でですね渡航をおそらくまあ終えられたということだと思いますがまだ一つ、ね、このタスク残ってますからね病院からの請求それが保険会社がきちんと対応してくれるところまでを見届けて、えー、この旅が終わろうかと思いますですけど、あのーまあ、なかなかねヘビーな体験をされたんじゃないかということでいただきました。 さあ今回のお話改めて検証をしてみたいなと思うわけです実はみゆきさんからはですね特別に予約確認書だとかいやーこの予約が消滅する事態なんていうのがね本当にありえるのかこのエビデンスを頂い,いてますので特別に皆さんとそれをね見ていきたいなと思います。 今回のレポートはブッキングドットコム予約消滅とぎっくり腰の体験でしたね。はい、あの日食防寒旅行を楽しむために北米を訪れたドイツ在住、ミみゆエスさんでした。けれども、あのはいまあ、トラブルに見舞われたという,うことです。 改めてですね、この背景からざっくり僕なりにまとめをしてみています。みゆエスさんと旦那さんが2023年6月にテキサス州中部のキャビンを訪れたということです、ね、あこれ6月じゃなくて厳密にはあれですね、4月ですよね、はい、ブッキングドットコムでこれを予約をされてですね、ここに違和感を覚えつつも、まあ、とりあえず一応、その宿を抑えつつ行ったんだということです。でそこの異変が まあ確定したたののがでですすね、ね当日の出来事だったんです、ね、予約確認ページから合計金額と宿の写真が消えているという、まあ、こちらの画像なんですが一応再現画像ということでね、まあ、こんな感じでしたというご連絡をいただいています、まあ、前後の予定だとかほ、まあ、他の宿だとかと含めてもなんかこうゼロユーロというふうに、ね、こう出てしまうと、まあ、こういう検索結果、まあ、予約 結果リストみたいな、こういう表示になってしまうということだったんですね。ちょっとこれはね、あ,のあえて再現をね、してもらって、その画像をご共有いただきました。 で現地での問題発覚なんですけれども宿泊施設のオーナーに連絡をしたところ「ブッキングドットコムと契約してないよ」ということが判明したとこのことなんですが、えー、その際に提示をした予約確認書をですね特別に添付いただきました4月の6日から10日まで、えー、このですね施設に宿泊をしようということでしたからいやーなかなかねこう宿なしになっちゃうと困りますよねで総額が537ユーロ ロですから、まあ、日本円でいうとこの4泊3泊4泊かなうん、えー、がですね、えー、まあ日本円で10万円しないぐらいですかでも北米エリアで、えーね、テキサスの田舎とはいえですね日食の期間でこの値段で借りられるのは非常に良心的というかですね うん、あのリーズナブルなあブルなな類んじゃないかとも思うわけです。でこれね予約確認書がちゃんと手元にあるということですからバッチリ予約は取り付けているということなんですけれどもオーナーさんから言わせるとブッキングドットコムとはもう契約していないんだということですから念のためですねさすがこのケースさんなんですけれどもオーナーナにその旨を一筆こここに書いてもらったそうなんですよこれがまたあのリアリティあるなということで「えー、We do not usebooking.com」。 我々は、uh, b o o k i n g c o m も使ってないんだということで、we have not,、uh, not listed with booking、uh, for years because the site is ユーーザフレンドリとということですからブッキングドットコムが、ね、あんまりいけてないのであのもうここに掲載するのやめたよというのがあこのオーナーさんがです、ね、直筆でこうサインを、ね、ここの予約確認書にされたということでした、まあ、こういうエビデンスもその場できっちり取れるというのはです、ね、本当に旅慣れていらっしゃる方だなというふうに思いました是非参考にさせてもらいたいというです、ね、このトラブル対処なんですけれども。 はいそんなこんなでですねミユキ S さんとしてはあの事前に察知した違和感でダブルブッキングで500メートル離れた場所ではあるんだけれどもダラス金庫の宿を抑えられていたということですからこの旅自体はなんとか無事に切り抜けができたということですね、えー、ここから得られる教訓と、えー、皆さんへのご提案なんですけれども重要なイベントの時は必ず宿泊施設と直接連絡を取られるのが いでいではないでしょうかそしてブッキングドットコムに関してはシステムの不具合だとか運用不備これがねゼロではないなと思うわけですね。まあ、一応そのサポートセンターのスタッフさんにはよるんでしょうけどもリカバリーを試みようとしてくれるんだけれどもそれが頼りになるのかどうかは別問題ということです。その予約に違和感を感をじた場合は まあ早めにねこのカスタマーサポートに連絡をして、えーまあ、自分でね取れる対策としてはもうダブルブッキングでも保険をかけておくということですかねここまでのリスク管理をするならばもう旅の上級者ともね言えるのかもしれませんけれども、えー、今日のお便りで少しでもね教訓皆さんつか、えー、んでいただければと思います特は僕自身もこれであれだよねこれをあのー 喋ることでえ経験値が上がったんじゃないですかねと思いますはい、えー、ということで、えー、興味深いお便りでございました、えー、さてこの問題がですね珍しいのかなと思いきや問題発生1人だけじゃないんだということでたどり着いたらその宿はなかったこういうお話が1件だけではないんですねここで参考にするのがあ2チャンネル創設者でねあの有名ですが広行氏がですね、えー、この度南米のホテルでぶち切れたという この度、エンカウントというメディアがね、これ報じていたので、一部ね、ご紹介をしてみます。え、ひろゆき氏がですね、ブッキングドットコムの対応に呆れ、なんとかしてくれというお話を、南米の悪徳ホテルで、えー、これ、繰り広げたということなんですが、彼がですね、今年に入ってからエクアドルをスタートして、南米横断旅をしているというね、この時はね、東出さんとひろゆき氏の二人で立ち向かったのかな。えー、エクアドルでは暖かい国だったが、ペルーに入国すると一変をする。 するということでいきなりねぼったくりの被害にこのホテルで会いそうになったということなんですね、えー、まあ、ついにぶち切れたひろゆき氏がですね何が起きたのか、えー、現地のホテルで 予約がないよと予約入ってないよという一言を浴びせられるんですねもう諦めてくれとあなたの部屋はないんだと追い返そうとするホテルスタッフに対してブッキングドットコムでちゃんとその予約をしたんだからあの止めなさいよというですねこのやり取りがありましたねこの「世界の果てにひろゆきを置いてきた」でしたっけ、はい、こんなねあの 番組非常にこれ,これで興味深かったんですけれどもあのこの一幕がですねこの記事で述べられておりました「ブッキングドットコム」の予約画面を見せながら説明するひろゆき氏なんですがそれに対して現地のホテルでは「予約はキャンセルしていると」とまさかの回答文句があるならば自分でなんとかしろと、えー、強い口調でひろゆき氏をですねさらに非難をしたこのホテルとのバトルやり取りがこの記事に掲載されていて、まあ、この言葉の点末がね気になる方ぜひこちらねあの ググって調べてもらえれば出てくると思います。まあ、こんなことが地球の裏側では起きているということなんですよね。あとね過去にも類似のニュースこれあるんだよな。まあ、ホテル側に火があるケースとあのそうでないケースっていうのがねまあ、複数ありそうな気がしますけれども記憶に新しい昨年の出来事です。予約をした豪華ホテルだったはずなんだけども行ったなら、えー、行ったらまさかね空き家だった、えー、騙されたということで。 これが年8月の出来事とししてて報じられていましたこの時は、ね、テレ朝だとかはじめとして各メディアでね結構あのこれ報じられていたんですよね。えー、横浜市の21歳の男性友人の3人のグループがこの問題に遭遇をしたということなんですが予約をしたのがブッキングドットコム経由での高級ホテルだったんですね。千葉県に位置するホテルだった たのかな150平米、えー、外風呂がついて大型のテラスがあり海まで徒歩3分だとかね。 いやなんかあの写真はですね清潔感あふれるベッドルームだとか高級感のあるリビングが掲載されていたらしいんですけどもこれ行ってみると雑草が生い茂った空き家がその場所にあったということでですねあのこれなぜこんなことが起きていたのかで言うとなんかその無断転用されてですねあの悪意のあるこの事業者アカウントから 登録をされた宿がですね。掲載されていたなんてことがあのあったようです。で、この写真自体は実在するホテルのものが無断で使用されていたんですよね。 まあだからこれ被害に遭った男性まあ騙されちゃったということなんでしょうけれどもこの男性はですねブッキングドットコムからこの予約をした時の3万3,000円だったのかのこの宿泊費は返金はされたようなんですけれどもいやそれでも夏休みの予定が台無しになったということですからねえこの返金されてあの解決ってことにはならないですよね。いい本当ににに悲悲しししトトララブブルルがががねまあ彼らにとっっては夏が台無なた あったようですけれどもこんんな出来事が昨年にもあったんですよね被害者が必ずしもあれだよねその予約をしたこの男性たちだけではなくて写真を無断利用されたえ宿泊施設要は貸別荘のオーナーが これを予約被ってますよね。無断で写真使われたわけですから。で、それをですね、通してブッキングドットコムが販売してしまったというところも、それは問題なんでしょうけれども、ぜひですね、このブッキングドットコムだとかのね、事業者には目を光らせていただいて、架空の事業者を取り込まないようにするしかないということですよね。まあ、適当な運用をして、したりだとか、システムトラブルがありがちという、ことがですね、見え隠れするんですけれども、この悪意を持って掲載された宿も。 もうこととででですすししに掲載を取りりやめているよとえ今日、ね、冒頭であの体験でありましたもう4年前から掲載は取りやめているんだという,うオーナーさんがです、ね、持つホテル宿泊施設が掲載されていてそれを予約できちゃったなんてこともありますのでこういう、ねまあ、システム面も不安だなということを思わせるえ本日のお話でございました改めてえ今日の件をまとめてまいりましょう。 今回起きた出来事がですね今年の4月割と最近のお話でした米国テキサス州のある宿をブッキングドットコムで予約をした方からのゆき S さんからのお便りでしたね宿泊当日でその予約が消滅していることを知って実は本来売られるべきではない架空の宿が掲載されていたこんなことがあり得たということですねこ、はい、このことのと教訓はですね。 リカバリーを試みようとしたときに、ブッキングドットコムが本当に頼りになるのかどうかは、時と場合によるということです。特に繁忙期の場合は、すぐにね、他の宿を手配してくれると言われたとしても、それができる場合はいいんだけど、できないケースもありますからね。この点は、 要注意とということです特に、えー、予約の際に違和感を感じた、えー、それがもう繁忙期のです、ねえー、絶対に欠かせないイベントなんだという場合には早めのカスタマーサポートへの連絡だとか宿泊施設への直接の連絡っていうのが本当にねさらにそれでもですね、えー、この不安が払拭できないというケースではダブルブッキングでの保険をかけておくこともお金で解決できるですね、えー、やり方の一つ ということなんでしょう。ぜひ今回のですね教訓を踏まえて、えー、皆さんと一緒に僕も旅の上級者にこのレベルアップできればなということで本日のお話をお伝えをさせてもらいました。えー、今日は Booking.com 予約消滅という不可解な事件についての掘り下げでしたけどもいかがでしたでしょうか。ぜひですね皆さんももし旅のトラブルがあったりだとかあのまあ今回のお話とね完全に合致していなかったとしても、えー、実際に立ち向かったこのハードルであったり たり解決策ありましたらですねぜひ本チャンネルにお寄せいただければ嬉しいなと思いますコメント欄でも結構ですしえ僕のメールアドレスがですねえ本チャンネル概要欄に記載してありますのでぜひそちらにお便りお待ちしておりますえ今日の情報が役立った興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした